こんにちは、鍼灸師の田畑です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、胃のポリープについてお話ししていきたいと思います。胃のポリープなんですけれども、胃の粘膜上皮の、異常増殖に基づく胃の内腔に突出した病変のことを言います。はい。で、種類が、代表的なのが3つあって、それぞれちょっとお話ししていきたいと思います。一つ目が、腺腫性ポリープ、二つ目が下形成性ポリープ、三つ目が異底腺ポリープ。それぞれちょっとお話していくんですけれども、一番目の腺腫性ポリープっていうのは、超上皮下性粘膜って言われるような、ものなんですけれども、これ一体何かというと、胃の細胞、胃と腸ってちょっと役目が違うんですけれども、胃の中っていうのは酸性濃度が非常に高いので、腸とはまた全然違う組織になるんですけれども、その胃の細胞が本来あるべき形ではなく腸の細胞に似てしまった状態になってしまうところのことを指します。で、その細胞がどん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 、腸のようになってしまって、ポリープができてしまうっていう状況です。2つ目の下形成ポリープっていうのは、過剰に作られた粘膜のことを言うので、慢性胃炎とかそういうものから、炎症を起こしてしまって、その後治そうとする、まあ、かさぶたの上にかさぶたをもう何度も何度も重ねるようなイメージですね。で、3つ目の異底腺ポリープっていうのは、女性ホルモンとかガストリンって言われるような、消化管内の、ホルモンの役目が、関わってるんじゃないかっていう風な説もあるんですけれども、どれも、はっきりとした、原因にはつながってないっていうところなんですね。こっちがまあ種類で、こっち側が原因になりますので、押さえておくところはそこになります。で、これポリープっていうと一体何なのかっていうと、ただの出来物みたいなものなので、実際どれも症状がないっていうのが、症状です。はい。検査についてお話していきます。検査なんですけれども、基本的には内視鏡で胃の方を見ていくんですね。組織の一部を採取して、それが、がんかどうかっていう、そのポリープ自体ががんであるのかどうかなどを調べないといけないので、採取して、調べるっていう方法を取ります。で、治療なんですけれども、腺腫性ポリープっていうのは、がん化してないかどうかをまずは、調べないといけないのと、がんの発生を結構しやすい部位でもあるので、調べてしっかりと、そのポリープ自体ががんでないかどうかを調べた後に経過を観察するんですけども、もし仮にがんでなかったとしても、がん化するケースもあるので、1年に1回ぐらいは、検査をしたり、定期的に検査をして、その、ポリープ自体が大きくなってないかとかを調べることが非常に大切になります。で、これを一番念頭に置いておいてほしいんですけれども、がんの合併症を疑うっていうところは、覚えておいてください。続いて下形成性ポリープなんですけれども、基本的に、問題はないです。さっき言ったみたいに、かさぶたの上にかさぶたがどんどんできて、まあ、腫瘍みたいな形になってしまってるだけなので、別に小さければ何にも問題ないです。ただ大きくなると、それが、邪魔でいろいろ支障出たりとかもするケースもあるんですけども、基本的には大丈夫だと覚えておいてほしいです。で、この下形成ポリープっていうのは、上皮よりも上にどんどんどん、粘膜よりも上にどんどんできる、形成されるポリープなので、がん化しても粘膜内のことが多いので、手術も結構簡単にできたりとか、後遺症が出たりとか、そういうのも特になく、生命の、なんていうんですかね、予後も、結構安易、大丈夫なので、まあ、心配しなくてもいいかなっていうところです。ただ、定期的に検査して、そのポリープがちゃんとがんでないことをはっきりと理解しておかないといけないっていうのと、がん化しているのであれば早期発見、早期治療っていうのは、必ず覚えておいてください。で、最後に異底腺ポリープなんですけど、この異底腺っていうのは、酸を産生しやすくなるので、その仮に
酸を酸性しすぎて慢性胃炎だとか、胃酸の型になってなんていうか体に支障が出てる場合にはその酸を抑える薬を飲まないといけないっていう必要があるっていう状況になります。それぞれ治療法は、場所とか、眼科してるかどうかによっても変わってくるのでまずは眼科してないかどうかをしっかりと調べる必要があるっていうところを覚えておいてください。でもし疑いがあるのであれば1年に1回とかは確実に検査をしてもらうっていうのが必要になるっていうところだけ覚えておいてください。はい、今日は、胃のポリープについてお話しさせていただきましたので、この動画が良かったと思ったらいいねボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、で仮に何か他に、疾患とか、気になる、体のことがあればコメントの方いただければ解説だとか、直し方とかいろいろ様々な方向性で、動画を配信させていただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。今日は動画をご覧いただきありがとうございました。